こんばんは。下半期一発目、ルミナスティのお試し会ということでね、それをタイトルコールいきましょう。ルミナスティのお試し会。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょー、どうもー、ラブルミナスクラブルミナスのお試し会ということでね、よい、ごめんなさい、ちょっといい感じに寄ってるんですけども、あ、全員集合したのがつい3分前ってことでね、十分、はい、大丈夫ですか、十分、ぴったり、ちょっと問題出てるね、50秒前ぐらいじゃない言うて、ここの入り口開けてきた時に45秒前でーすやばかった、やばかった、本当にね、おのおのちょっと やることやってきたんだけどね、今ね、はいはいはい、ひょっとしたらこの中に今この時間までに枕したやついるかもしれない、ひょっとしたら、はい、食いついて、そこ、はい、そこ食いついて、まだなんか股間乾いてない、ついに、あ、ありますよ、ワンちゃんワンちゃんね、ということで、好きなおのおのの酒飲みましょうということで、よい、何飲みます、皆様、私カロリーです。私ビールです、ね。私もじゃあ。ビールあります。ビールです。あれば。ありがとうございます。久しぶりです。今月一発目ということでね、うん、本当にちょっとリップだけ塗っていいですか。あ、その後あれ？その後借りていいですか。リップ借りるの。リップ借りるはすごいわ。そういう点がある。よし。できてる説あるから。オッケー。できてね。絶好調。しょうい、あ、ペドラうまそう、じゃあいただきましょうか、いやいやいや、カエピまだ入る、まだ入る、カエさん、カエさん飲みますか、いや飲んでる、飲んでる、ミルもいない、まあいい、大丈夫、いやいや、大丈夫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 、やっぱね、いいの、いいの、かけない、ちっちゃいこと、いいの、いきましょうか、それからね、じゃあちょっと、初めてのあの幹部会ということで、いいですか、じゃあ、それではルミナスティのお試し会、よいしょー、チーズ、あらますからね、じゃあルル、なんで今日このメンバーなのかで決めてあげて、1じゃん、1じゃん、はい、1、はい、はい、ってことで、まず、なんで今日幹部会かっていうことで、はい、まあ下半期一発目、聞いて、ここで、ここ大事、本当に、ここ大事、幹部会っぽい、下半期一発目、かつ、今月から、やっぱ昇格するメンバーが、まあ、いて、ってことで、まあ意外と、まあルミナスのこの放送始まって1年と半ぐらいですか、今、立ち上がる。早いね。立ちながらにして、はまだ意外とちょっと幹部だけっていう放送が今までなくて、うん、たまにはちょっと真面目な放送もいいんじゃないかなっていうね、うん、てかどこの店でもなくない、こんなあ、ない、ね、全員仕事なんてある、あるなくないっすもん、ないっすもん、ないっすもん、フリツキの会社は家具店の代表さんとか集まる、はい、まあなんで、まあちょっと今日あえていつもとちょっとテイストを変えて、うん、まあ逆に今までルミナスに行ったことない人とかが、いや、こういう幹部の人たちがいるんだからの、まあどういう感じでお店に楽しみに行けばいいですかとか、いろいろそういう質問とかも聞きたいなみたいな、放送にしていこうかなっていうね、なかなかこのメンバーが揃うことって多分放送でないと思うので、1回でも来たことをルミナスにある人だったらね、分かると思うんだけど、めっちゃ酔ってるからめんどくさい思い出が酔ってるからね、ちょっと話しなって感じかなっていうことで、はいはい、ということで、それでまずはじゃあいつものごとく、まあね、せっかくなんで自己紹介の方お願いしたいなということで、自己紹介するの、自己紹介は絶対必要です、今日初見の方もいるんで、それは初見さんがね、いらっしゃるからね、絶対初見の方いる、なんで、え、じゃあ幹部で、役職低い順からいきますか、じゃあ575でいきますか、じゃあ575577までつけて、はい、あいかなしかだけ、うん、じゃあ分かりました、じゃあ僕からうちの店の代表ってことで、低い順から、はい、ルミナスティの代表やらせていただいてます、カエルと申します、今日は面白い放送にするんでね、よろしくお願いします、怖っ、よいしょ
なんかちょっと自らこれちょっと画面見ると髪型間違えてる感しません？いきますね。あ、すいません。悪い顔してる。あ、すいません。あ、すいません、びっくりした、もう一回来ると思ったけど、すいません、ルビアスティで一応こんなんが取締役やらせていただいてます、ナスと申しますけど、今日はまあ幹部全員揃って何だよ。いやいや、ギリ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 、よろしくお願いします。よいしょー。何それ、めちゃめちゃ面白いじゃん。仕上げてるわ、めちゃめちゃ面白いじゃん。危ない危ない、見えてるかと思った。見えてるかと思った。危ない危ない、このクオリティになるんだよ。上からの方がいいかな、この流れは上からで。さすがちょっと分かってた、分かってた今。めっちゃ惜しかったもん。めっちゃ笑ってますね。だっておい、めっちゃビリビリになってしまうで。はい、こんばんは。この度総支配になりました、花咲原です。皆さんもおなじみです、花咲ファンタジーチーズ。よいしょー。あら、あ、コメント拾う係。はい、お願いします。じゃあ、僕行きましょうか。僕コメント拾う係ですね。やっぱ最後、これ今、上からになってるから。あ、上からになってるから。だから俺、ここで行っちゃった方がいいかな。はい、一番下が閉めるっていう。はい、そうですね。はい、まず、この番組の、レギュラーやらせてもらってますけどね。僕コメント拾う係じゃないですか。ちょっと被せてくるよね。すいません。あ、でも、ところね、ルミナスティで。受けるって来てるね。はい、受けんじゃねえよ。どのタイミングで受けてんだ、お前。チークシースどういう笑い、お前。うわ、何それ。主任やらせていただいてます、ルルカと申します。よろしくお願いします。これでルルーシュです。よいしょー、頼ます。やだー、よいしょ。はい、ということで、はい、やだ。はい、そして今月昇格しました。そしておはい、どうも、今月この度、副主任に昇格したウェーイ、こちらです。知らない人はね、こんな黒くて、肌黒くてね、髪が短くてない。しかも一発目にね、見えない顔面のところでびしょびしょなんです、右半身ってことなんでね。今日は面白い放送にしたいと思うので、よろしくお願いします。よいしょー。はい、ので、あえてちょっといつもの放送のテイスト変えていこうということで、まずはルミナスについてどういうイメージを持ってるかちょっと聞いてみたいなっていう。はい、まあね、しかも、まあ、幹部に対して、まあ、こういうことをちょっと聞いてみたいっていうのをちょっと今募集募りたいかなっていうのは、ね、とりあえずいないとか。ああ、じゃあ今日はもう質問に対しての答えをしていくっていう感じですね。の方がいいかなっていう、うん、まあなんかいいじゃない、あえてこっちからこうってよりちょっと聞きたい側かなっていう。だからどんな質問でも答えますっていうスタンスでいこうね、はいはい。もちろん、うちの店も100点な店じゃないんで、むしろこういうとここうした方がいいんじゃないっていう意見とかも全然ね、いただければ、はい、ありがたいかなと思う。あ、じゃあ拾っていきますね。あ、拾えるんだ。はい、大丈夫です。珍しい。はい、大丈夫です。いや、ずるいよ。仕事してるよ。自分のマイナス、自分のマイナス拾わないから。あ、じゃあそこはじゃあ副主任の係としてね、じゃあ全て拾います。よし、はい、そうしよう。じゃあ行こうか。あ、大丈夫ですか。まだ全然コメント来てないですけど、じゃあ僕からのコメント大丈夫ですか。はい、僕、いや、お前個人的なやつ、夏、絵の、あ、個人的なやつ。僕もちょっとリスナーとして見てる立場なんで。あ、なんだよ。はい、なんだろう。声なんか裂かれてないよ。あ、今日ちょっと声潰れてしまってるので申し訳ないですけど、ちょっと良くなったけどね。ありがとうございます。はい、カエルさんは1日に何回詰め噛むんですか。あ、はい、あ、これ聞きたいかも。1日に確かに。でもそうですもんね、ミーティングとかやってる時もずーっと、もうだからもうこの髪、1日は分かんないけど週8 週8噛む。どういう時に噛むんですか。え、広げてくれない。いや、もう無理。笑うだけ噛む。それは笑うだけが一番大事。どういう時に噛むの。気づいてない時、集中してる時だね、本当に。え、詰め噛みネタ俺ちょっと言っていいですか。いい、らん。いや、お願いします、そこは。あ、じゃあそこはね、そこは調べる。もう、コメント来ちゃってるんで、ね、はい。僕の前の店の時に、うん、ミーティング、すごい重い感じのミーティングかって、はい、あ、全体ミーティングやってる時に、うん、詰め噛む癖の人って絶対1店舗1人か2人います。なんか知んないけど、いますよね。すごい真面目な話してる時に、その統括って人が喋ってたんですよ、すごい真面目に。話してる時に、某そのキャストが爪をかじってる時に、お偉い人が、人の話してる時に爪をかじるんじゃねえって、キレてるのを見てて、爪は二度と噛まないようにしようって僕は思いました。でも噛んでたけどね、今ね。あ、じゃあ飲んでもらっていいですか。うわー、うまい。やだー、やだー、やだ。
じゃあ代表だ。なんで？じゃあ代表だ。なんで？いやだもう。全然流れわかんないけど、とりあえず飲んで。はい。なんすかってか、そもそも、なんで爪噛むんですか？知らないよ。しかも、かえりさんに関しては足の爪まで噛む。噛んでねえよ。え、しかも、柔らかい。噛まれると爪まで噛む。臭いし、柔らかいし。お客さんの爪まで噛むやないか。あれやめてほしいですよね、人のお客さんの爪。右隣の人の爪も噛むってないみたいな。はい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 。タンパク質取ってる。お客さん、詰めるならわかる。詰めて、詰めて多分タンパク質。この極悪ゴースト飲みます。さすがっす。あ、夏酔ってんなこれ。酔ってきたみんな。みんな酔ってんの？今日誰の？あれ、コテハンつけなきゃなってよかったのこの番組って書いてある。え、つけてよコテハン。コテハンの書いてある。あっと、あっと何？何でしたっけ？あっとで名前つけてでコテハンのアリになんか押すんですよねなんか。あっとだけあっとだけで大丈夫らしいです。まあシステムだって嫌寄せとかないんでしょ、はい、だからルミナスに来てる姫方だったらうちの店で使ってる名前でアットの後につけてもらえればあ、だいたいどの子かなみたいななんとなくわかるんでこれコテハンで俺らポイントあるからね確かに俺のお客さん一番コテハンつけてくれるからねあ、そうなんすか知らないコテハンハンターってことでいいな一回飲ましちなみに、なんか、まあ、ね、新しく昇格した、副主任の、たっちゃんだったり、ね、うちの従業員、ここの幹部に対して、ヘラヘラすな！うるせえな！ヘラヘラすな、もう！うるせえな！わっちゃわっちゃがすげえんだよな。チーで前髪切れてますあ、そうです。あ、そうです。パール大手やつ。あ、どうぞ。ちょ、ごめんね、アットレミネミさん、小手半が滝川ティアラさんって言ってますけど、これ多分、すげえ誤爆してんじゃん。他の妄想は誤爆してないあ、やばいやつだアットレミに見返ってきた滝川ティアラだってコテハンえ、ルルーシー待って下手かピコピコの音をおねしゃすってピコピコじゃないからパンは何だっけそこだよ、はい、今んとこ支持率あ、ちょっと僕思ったんですけど今番組わりかし冒頭じゃないですか、うん、で、ここの要は支持率をパッて測って終了間際にもう一回撮ってどんだけ変動したかちょっと楽しいどうですかいいねいいですかいいよすいませんよっちょこ向かってじゃんけんちぃで番組来ちゃおうハルシオンさんカイディアイドじゃんけんちぃでさでまあ現時点でのルミナス幹部支持率インニコナイトでちょっとお願いしようかなって思って何かにした方がいいんじゃない、はい、何だと思う人っていうのは決めた方がいいいや、支持率でいきますね単純な何の支持ですかいや、普通にホストとして相当だよ、これはかっこいいとかじゃなくてまあまあまあ、変だしかっこいいでもいいですしホストだからじゃあ指名したいとしましょうねえあ、そうだねいや、だから誰が大統領になったら一番いいかみたいなおぉーあ、ごめんなさい、その指示とか聞いたんでルールの髪型マジ好きなんですけどじゃんけんちぃでいきますそういうお前がマジ好きなんですけどはい、ありがとうございますマジ好きなんですじゃんけんちぃなんでよじゃあ、みんなチャラいんだよね、周り髪型俺だけマジでいや、チャラくないチャラくないゴーハもうそろ伸びたらメンディーみたいになるからねもうちょっと待っててあだまーすね。はい、真ん中食い、俺じゃねえかよ。のめんでぃ俺じゃねえかよ。のめんでぃやべ、頭ーいあだまーすこのね、まあ、はい。ちょっとね、逆にね、こういうフリートークって今まで意外とこの店の番組でなかったんで。なんでいつも企画がちゃんとあって。そういう感じなんで、まあいろいろちょっと怖い部分はあるんですけど、このメンバーだったらいけるかなって。いける。支持率ちょっと最初の欲しいですよね。え、何の支持率ください。じゃあいいんじゃない？え、これ、確かに、じゃあ、例えばじゃあここで今聞きたいのが、指名したい支持率でいくか、要は、パッと見ホスト、まあ指名するかどうか抜きにして、ホストとして見て、え、俺やりたい人がいい。あ、それにしよう。ああ、じゃあ、誰と？そんな見た目チンコのルルカさん。ストーカーとルルカさん。それやんか、そんな。あげてるわ。それはずるい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 。ずるいじゃないですか。たまにニット帽と間違えてかぶってる。確かに。ギリギリまで。確かに、俺が青缶した場合、別に腰振ると見せかけ、頭振ればもう下ネタになるから大丈夫。ザ・ルルーシー
じゃあ誰が一番祈祷化できます？あ、違います、違います。チゲラッチョ頭なく、ごめんごめん、あのこれ祈祷化だけで言ったらミュウツーレベルで強いぞ。よくわかんない。え、何これ、わかるでしょ。それだけはよくわかんない。わかるでしょ。だから誰が一番2丁目でモテそうかみたいなのがあるんですか。だから筋肉絶対一番。あ、ダメだ、ダメ、ずるいずるいずるい、強すぎる。じゃあ誰が一番青いかにしよう。何の話だよ。いや、祈祷が、祈祷がの話なの。どのくらい病気。いや、2丁目受け強すぎるって。え、でも、え、決めましょう。ちょっと決めましょう。じゃあどうします。いい、真ん中食い、俺すげえ飲むな。どうした。はい、いただきます。はい、好きだな、ひどいすぎるもん。どうしましょう。じゃあ何言います。はい、それはもしかして指名したいでいきますよ。安牌で、はい、まあ一応ね、彼氏にするなら、あ、そっちに行きましょう、うん、いや、話変わってくるんだ。俺絶対に言ってないんだけど。ワンナイトラブにする。漫才クラブだとだから、パッチ近ましいですよ。祈祷じゃないですか。下ネタは禁止。はいはい、もう祈祷って言ったらいいんですよ。さっきからじゃあ、わかりました。じゃあこれで、まあ、じゃあ一緒にドライブに行きたい人とか。いや、大丈夫。あ、いらない。俺免許持ってないの。じゃあ車だね。じゃあ最後ディズニーランドのゴーゴーカートでも持ってない。じゃあ、また、じゃあリアルに、リアルじゃあリアルにこれ行きます。これで行きます。はい、決めて、はい。ちホストとして誰を指名したいか。はい。あー、ダメだな。なんなんだよもう。ゴーゴーガート。ダメだな。え、ちょっとね、強いやつがね、2、3人も浮かぶからやめとこう。あ、じゃあ2、3人、うん、ホスト力高めなのはできません。これはもう幹部なんで、もう指名とかも全部含めてトータルです。まあ、接客、セレブ、うん、全部。じゃあもうホストとして、ホストとしてでいきましょう。ホストとしての支持率でいきましょう。はいはい、ここに行き着くまで15分使うんじゃねえよ。じゃあそれアンケート、それでお願いしていいですか。はい、ホストとしての支持率で、うん、この5人で、ホスト力高めだって。こっちから、ハルシオン、ハルシオン、市川、はい、ここにルルカ、ツナ、はい、スタッフは黒ちゃんどこ行ったんみたいな、なんか名前取っちゃう。俺だけまともな名前、ごめんなさい、あの、やばい、そういうことでしょ。アドバンテージ、はい、ただあれだとルルーシュってなってたよ、ちゃんと。はい、言っていいですか、ルル以外やかましいな、お前。お前はみんな、お前見んじゃねえよ。お前見るとなんか指示下がんだろうがよ。コメント見て選ぶ子からしたら、俺からしたらマイナスだぞ。ルル以外やめとけよ、ほんとに。ね、見てんじゃねえよ。え、もう、すぐ、もう出たんすか。すぐだから。嘘でしょ。え、4、3、2でいきましょう。真ん中以外すごくね。うん、あー、よっしゃ、うわっしゃ、あー、よっしゃ、よっしゃ、やった、やった、やった、よっしゃ、よっしゃ、微妙。でも4分の1、あ、じゃあ OK、 4分の1、あ、OK、 OK、 OK、 危ねー。え、これなんか役職順になってません。だから4番押してくれた人ありがとうございます。役職順じゃねえべよ。なんか一桁の人いました、誰か今。いないだろ、さすがに。さすがにね、さすがにね、さすがにね、いるね、黒ちゃん怖いわー、もう見てるね。でもこれが、でも今日の放送の最後にまた撮って、これがまた逆転するかもしれないですからね。あの ID 分かるんだけど、真ん中以外って書いてあるやつマジで一人だな。一人だけやたら俺嫌いなやついるけど、真ん中はね、やかましいね。でもそれで結構盛り上がってない。逆に番組的に助かってる。400。祈祷出して番になりませんか。もう出とるわ。もう出とるわ。番だ。今日は買えなくなった。え、夏じゃん。今日は買えなくなったわ。あれ出てない。もう出てるやないですか。もったいかけてもらっていいですか。いや、これで番になるなら本当に祈祷出して番になりたいな。ならな。なら出してよ。デトロイドメダルシーやな。真ん中黙れぐ、俺の支持率今日だけ低くね。すごい、ありがとうございます。でもやっぱね、はい、嬉しいですね。こうやっていじってくれるやってようやくなったので、はい、あんま気づいてもいいですから。あ、大丈夫ですよ。真ん中黙れぐ来てますが、あ、もう飲むから。他の人喋ろう来てますよ。真ん中少し黙れ。間違えて立つ。間違えて立つやおっしゃって。じゃあ、言うな。ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼないやん。もう、やめとけ。間違えてた。7.6% 俺はアイスって決めたのに。その 7.6% アイスって決めたのに。怖い。あー、すいません、2位、あざます。いや、ごめん、知ってた。すごい。あ、僕なんかさっき、ピザ屋さんに行ったんですよ。うん、そしたら、ピザ屋さん、ピザ屋さんってある、イタリアン。言い方違いましたね。イタリアンに行ったんですよ。で、なんか後輩2人連れて、じゃあ酒飲みながらちょっと、
カレーを買ってピザ何ピザにまあいろいろこうかって食ってた時に、はい、右側にいた4人組の女の子が、うん、の中が1人めっちゃ可愛い子いて、うん、可愛いってかごめんなさい放送でこれ言ったらなんかこれ見られた時にちょっとあれなんであんま言えないですけどなんか何稼げそんなに可愛いかっつったらいやなんかいいやんばいみたいなむっちゃ悪いそれでもなんか多分向こうもお前そう思ってた俺がなんか好きな顔だったんですよああまあまあまあいいことだよねで、はい、ちょっと俺さちょっとさマジで名刺渡すわっつってちょ勇気振り出して会計終わってパッて名刺渡して断られたらもうそのまま帰れるし断れないでもらってくれたらラッキーと思って渡したんですよ、うん、そしたらまさかの隣にいたそのあの背面にして背を向けてて座ってた隣の人が楓さん指名の部屋目の人っていうねもうバレちゃったやばくないバレちゃったもうやばないやばない何を言っててもよくわかんないいやまあまあでまあまあただとりあえず何が問題ってそのオチに行くまでにあの真ん中黙れグイが5回あるだから5杯この今日の放送一人だけマジ俺アンチいるな一人だけお前でもそういうやつ大好きしかもユーザー ID ずっと同じなんだうんだからそこが気持ちいいからありがとうもっと俺をいじれいじれなただいじり方雑だからちゃんといじれいじれ逆に言う米数稼げるんやろやるならちゃんとやれやるならちゃんとやれそして店来て誰か指名でいいから話長いって来てますうるせえ話長いうるせえ話長い来てますねうるせえはいを飲めてきてますはいすいませんすげえオラオラだなあもうはいあみんなのタイプ知りたいって来てますよルルカさんも終わったら大丈夫です痛い知らねえだろいい塩梅の子が好きやな夏いい塩梅の夏って意外に司会の才能あるよねいやそんなことみんなのダイブしてみたいな気持ち一人一人聞きたいかも確かにじゃあ立ち上がる黒肌ね終わりいやかまさないもうちょいあるわえそれは見た目中だからだから振り返ってね振り返ってんだから見た目と見た目と中身どっち南国だからなんでもいいんだよ普通見た目じゃない進まないから見た目と中身どっちなんだよ中身説明しても一生かかるんだよあ、で見た目確かにはいじゃあ見た目じゃあだから好きな芸能人あ、確かに顔に近い芸能人で言えばいいああそれが一番やばい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 やつ来たこれやばね俺やばいやばいことになるバレますいや大丈夫大丈夫大丈夫 B 線バレる俺 B 線だもんはいいやブリトニーダメだってブリトニーだけはいや俺ブリトニー好きじゃん俺ブリトニー好きじゃねえわ言ったのこっちじゃねえ何で俺すいません真ん中の人のタイプはいらねえ真ん中の人1分黙っててきてるすいません1分間だけダウンタイム1分のダウンタイムで一応俺ねここの番組でできたお前一緒見んじゃん一緒見んじゃんお前早く飲んできてますはいはいはいいやさっきから飲んでんだわ今飲んだんだわ今日アンチ多いなうわあじゃあタイプじゃあちょっと僕そういえば俺らもそういう話しないですよね確かに確かに好きなタイプだって10歳しかいねえじゃん確かに1分黙れこのしゃべっちゃったはい見た目でいきます見た目でいこうじゃあ見た目でうんでも外見のみの話だよ完全に外見のみ芸能人あんま分かんないあんまないですけど西岡澄子が好きですねうわいや外見のみでもこれ昔から言ってるずっと言ってますよねリアルにいたらでも分かるなもうなんかエンタの神様で衝撃走りましたよこんな可愛いやつが今でも言ってみるの間違いの画面系やな突っ込みたいのがでもエンタの神様に出た時ってバン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 ホーってやってた時でしょあれがいいんだあれがいいっすあんなことでいや外見の話してるからねいや外見ねいや外見じゃん外見でも外見いやいや外見じゃんあれでしょよか髪型を祈祷にしたのはどこのドイツだいあーたしだよはいありがとうございますお疲れ様間接的に事故らすよはいお疲れ様でしたはい二次災害あじゃあじゃあいいよ夏行こうあ僕好きな芸能人タイプですよね俺完全石原さとみっすねあの CM わかりますもうこれずっと言ってるもんねあそっちのやつあいや出てるやん
くりしたわ。うんすしは隠してびっくりしたもん。ごめんなさい、びっくりしたもん、やだよ。 ID 見えるんで言っていいですか。コンセプト中してみる。517、518、519。ビリビリやね。517、寝ようと思ったけど真ん中うざいからコメント頑張る。518、真ん中はない。519、真ん中は飛ばして全部一緒やないかい。でもさ、ツンデレすぎじゃコメント頑張るんだよ。ありがとう。こういうとこ好き。いい子。ありがたい。そういうとこ好き。ありがとうだよ。ありがたい。今度、俺のアナル舐めて。ありがとうございます。すごいツンデレやな。この子がいるから今日の回ちょっと盛り上がってる。はい、一番最後、真ん中だるで、それもお前。それもお前、ありがとう。はい、ありがとう。マジルル絶対恋に落ちるぜ。そしたらじゃあ次は真ん中飛ばしてカエルさん。あ、じゃあカエルさんタイプ。真ん中飛ばしましょう。芸能人の芸能人で芸能人です。わかるかな。誰だよ、大久保佳代子。いや、最近有名じゃないからあんまりわかんないかもしれないけど、山本梓。ああ、わかる。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 とか、阿比留優。あ、いや、わかる。わかる。おい、最高かよ。なんだ、これについて2時間語れる。マジか。阿比留優の。ごめんごめん。わざわざ出す？そこの二人。アビルユはわかる。わかるんだ。あ、よかった。可愛いよ。もちろんそれは可愛い。山本梓さん、ごはんさんは出すかね。初めて聞いたね。初めて聞いた。カエルさんと初めて聞いた。びっくりした。出す。なんかそんな、なんか、どうしよう。結構ガチっすよ。うん、俺結構ガチで言った、俺も。じゃあ、ハルさんの聞きましょう。結構ガチでいきましょう。いや、山梨だったけど、まあ、ずっと。でも俺はもう、誰のがれ明美がもう人類最強の顔だと思ってる。あー、もう言ってますね。もう、あれは人類最強の顔だと思ってる。あー、でもわかります。それは何？ハーフ顔が好きってことなの？いや、誰のがれの顔なんですよ。いや、もう。いや、ハーフはハーフでしょ。誰のがれってハーフ？ハーフハーフ。どこと、どこがハーフ？怒られてる、怒られてる。怒られてる！いろいろあるし。怖い！怖い、怖い。あんた南アフリカの日本のハーフだぞってことだよ。ハーフはハーフ、いろいろあるでしょ。大丈夫すぎやんだよ。アビルさん飲んでください。アビルさん、とりあえず。いや、そして、真ん中 LINE していいってやつと、真ん中臭いってやつ、同じ ID の。マジで。いや、つまり、ツンデレじゃねえかよ。ツンデレいるんですよ、コアラツンデレが。彼のツンデレじゃねえかよ。じゃあ、最後に、紀藤さん、あ、ごめんなさい、ルルカさんから、ちゃんと自分の好きなタイプ、ちゃんと言った方がいいっすよ。ペンの、ね。北川結構だよ。何そんな。ナコの空気か。だって全然。いや、佐々木希ですか。佐々木希春ね。二人はよく俺を取り合う。この前も同じタイミングで飯行こう言われてた。悩んだからしゃあなしで俺はあそこ行った。ミトちゃん。あ、なんですか。とりあえずラインしていいよ。ちょうだい。とりあえず LINE していいよで CM 行く。キモとか言うんじゃねえよ。CM。 経験者大募集。今月の売り上げ300万、うち入金30円。我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。今ちょっとね、一人ちょっとうんこしてます。そうですね、お手洗い行ってて、はい、うんこしてます。ちゃんと色分かれてる。逆に今見てくれてる姫方で、うん、まあもうすでにルミナスに1回しかあり、もう絶対1回は行ったことあるよっていう子に逆に聞きたい。逆に聞きたい。今のルミナス何を変えるべきかと。では今ね、やっぱ言うてもグループダンディでもちょっと今、うん、
ちょうど中間的な位置かな、今ちょうど。だけど逆に言うと伸びしろがある店っていうことで、じゃあここをこうしてほしいみたいな要望を聞きたいかなと。来たことある日、姫から。ちょっと待ってな、いい話だと思う、すごいいい話だと思うけど、はい、いい話すぎてルルカの番組じゃない。はい、なんかそんな綺麗なのいらない。全然違う。いやいや、でもたまには、しかも全然リスナーそんな傾斜で、そんなふざけた髪型して真面目とかやってない。え、ほんとごめん、誰お前だよ。そしてふざけんなよって今思ったんですよ、その意見に対して。でもコメントでルルカの髪型変えるって。ああ、正解。そういうこと。ナイス。分かってるね。分かってる、分かってる。そういうことよ。なんか本当に店にいるやろ。いなかったらいねえやろ、ここに。とりあえず飲めよ。飲むよ、まあ、間違いなく。真ん中なのに。何？いいから。いや、めっちゃ可愛いのにって来たからもう、そうしてるよ。はいはいはい。アドバンスとかでね。まあ、めっちゃ可愛いのに。え、なんか、ルミナス、なんか。ルルカとは書いてないですけどね。あ、逆に、他のお店行ってる子とかで、他の店のこういういいとこある。で、ルミナスはルミナスであるで、やっぱ、真似するべきとかは真似するべきかなっていう。まあ、幹部せっかく背負ってる子なんかないんで、直で言ってもらえばこのまま幹部がパッて言うだけなんで、下っていうだけなんでね。下の子指導してください。え、結構マジだね。マジや。あ、これガチで来たことある。結構ガチ、結構ガチ、ガチやな。これ結構ガチで来てますね。あ、これガチなやつね。ガチだね。あ、まあでも、それはね、日々やってるんですけど、やっぱ格差があってしまうのはしょうがないかなっていう。まあでもそれ、じゃあみんなビビってやるだなっていう、はい、ありがたいね。でも言ってくれて、言ってくれるだけ。これ一個だけ本当にみんなで分かってほしいのは、下の子たちみんなあのビビってんね。あ、まあまあそうですよね。確かに確かに。でもそれは女の子のことを考えすぎて嫌われたくない、楽しませたいと思ってるからこそ踏み込めないからやねんっていうのだけは分かってほしいなって思う。やっぱ普段からね、俺みたいに北川景子とか相手してたらビビるものないから、ね、ルルカなんかだってさ、女の子さ、だって10人ヘルプついたら9人ぐらい NC くれても別にいいわぐらいでしょ。男性接してるじゃん。まあ確かにな。でもそこで NC もらえないのが俺のすごいところ、うん、ありがとう。はい、よいしょ、はい、どうも。そうだね。何これ、司会を称える番組なの。あと、祈祷を消すって691。すいません、691ですね。こいつ悪いやつっすよ。こいつ悪いやつっす。はいはい、祈祷なんて言ってますわ。あなたの髪型。こいつ悪いやつっすわ。691。こいつ悪いやつっすわ。でも、この子に関しては、しかも、祈祷を消す。しかも、祈祷を消すに関しては、さっき俺をディスってたやつ、相違いやないか。いたな、二人目。二人目が。双子にいるんすよ。二人目の資格いたな。え、でも、ルルカ推しもたくさんいるからね、さっきから。はいはい、ルルかわいいっていうふうに書いてじゃあ、今いいよ。ルルカアンチとルルカ推し。あ、もう、掃除してコメントよこせ。戦争しろ、お前ら。コメントない戦争しろ、お前。いけいけ。あ、じゃあ、その中ごめんね。ニャルコさんが来た。あ、ニャルコです。チース。完全に俺ネトゲのあれ来てるから。あ、そうですか。本当ですか。俺そっちでも宣伝してから。ああ普通に花咲きファンタジーのオラオラへ変えてください。おねしゃすでにゃるこさんですか。ああ俺はネトゲの友達なんだよね。びっくりした。あ、違う、花咲きファンタジーのオラオラはあれでしょ、あの小手半ついてこっちは。あ、はいはいはい、滝川さんでしょ。ね、そこも知ってるんだ。ネット内ではあのチャットでオラついてるんですか。してねえよ。してねえよ。だったらにゃるこって名前つけないですよ。はい、にゃるこ。え、でも俺もう一回いた。そっちの名前はだってルルカにつけられたのまでハルシオンでしたよ。あ、ありがとうございます。いえ、yeah. ね、ハルシオン、ね、こんな俺にゃるこのハルシオンなんだ、はい、人材でしたっけ、ハルシオン。ルルカ、ザ・ハルシ。ルルカ、北川景子タイプならロリ側の私はダメだね。そんなことないよ、バカヤ。そんなことないよ、バカヤ。いや、それル、ゆ、あの、ユーリー。ははははは。あ、高谷、そんな人だ。高谷、ロリガム好き。この間三茶で飲んでたよ、あ、本当ですか。いやいやいや、それ話違う。近畿の番組で。あそこで話してみる。確かに、昼やってるやつ。古田新太が絶対見つかるみたいな。あー、古田新太、携帯持ってないってやつですよね。うわ、知らないで、ダサダサー。知らないんだ。よくそこから広げるね。古田新太さんって、携帯持ってないんですよ。持ってないね。で、うん、いろんな要は共演してきた俳優の人たちが、じゃあ一緒に飲もうってなった時に携帯持ってないんで、行きそうな、あの居酒屋を、ま、ね、巡ってったら、そう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 、絶対いるっていうね、ビンゴを伝えてくやつね。絶対いるらしいね、三茶に。知ってるね、知ってるね。しかも古田新太めっちゃ好きだし。
めっちゃ好きです。いいよね、いい俳優さんやね、ほんとめちゃめちゃ面白い。ウルカさん、席に来てくんない、北川さんと遠いから。いや、別に遠いからつかないわけじゃない。でも北川景子によるってなかなかやから。以上です。はい、ありがとうございます。ゴリラ側の私でもいいかなって。ゴリラ側はね、ゴリラ側はね、俺はそうだね、嫌いじゃない。どういうことだろう、俺ゴリラ側好きなんだ俺。どういうことだ俺、分かんないけど。すごいアンチ、マジで ID ブレねえからちょっと気持ちいいね。もっといじるなり、ちゃんといじって、しかも面白くね。ありがとうございます。あ、フリーザーは私です。はい、どんどんコメントいく。じゃあ、逆に言いますけど、じゃあ、この5人の中でですよ。じゃあ、例えば、じゃあ、皆様、じゃあ、ヘルプついてもらいましたというね。はい。じゃあ、じゃあ人それぞれキャラクターがあるわけで、じゃあ、こういう接客してほしいとか。結構キャラ割れてるよね、うちの子。要は、俺らが、こう、接客したい感じってあるじゃないですか。それと、女の子側が、この子にはこういう感じについてほしいっていうのが、多分ギャップあると思うんですよ。そこ埋めません？ちょっと。ちょっと待って、ちょっと待って、難しい。難しいな。ちょっと待って、ちょっと待って。難しいな。だから、例えば、夏を見て、はいはい、じゃあ、こういう見た目だから、そろそろ彼氏が疲れてるよ。そろそろ彼氏が疲れてないって。じゃあ、春が個人的に言うてない。ちゃんとして。ちゃんとして。そろそろだって一番、だって俺らがこうやって字幕ないとか言ってるけど、彼氏一緒で。酔ってるだけでしょ。酔ってるでしょ。ちなみに、ここ撮影あるんでね、明日 ね、そこだけちょっとお願いします。顔をむくんだらちょっと話変わってくるってことね。で、結果どういうことなんですかね。なんで、まあ、要は本で本で言わせてもらうならまあ分からないけど本で本で知らない本で要でもなんなんだよ、もうならば、はるさんにはちょっと王子系でついてほしいとかありません、ね、ヘルプで。ああ、まあ言われたりとかね。はるさんがワイワイレジェと違うわとかあるかもしれないんで、はいはいはい、ちょっとそれ一人一人探っていこうかな。で、例えば、じゃあ、今で言うなら、ハルさんにヘルプついてもらいました。どういう感じについてほしいかちょっと聞きたいなと。これ、俺らの、この再認識大事だと思うんですよ。あ、ぶっちゃけ。まあ、俺こういう感じなのね。多分、俺は多分ブレないと思うんですけども。結構、ここに関しては。でも、それさ、言われてもさ、そこで変えられるようなやつって、もう今、幹部じゃなくない？いて、いや、逆に言うと、そこで人気応変に応えるのも、なんか、ニーズに合わせるってことで悪くないのかな。あれちょっと待って、これちょっと今日これでさ、もうちょっとなんか再編成あるな、うん、あの残り15分でただの喧嘩になるなかなかすごいこと言ってるよ、幹部同士の喧嘩になるなかなかすごいこと言ってるそういうタイミングだからなって。それが一番面白いかもしれない。確かに、確かに俺らのガチ喧嘩を見せるあの、基本的にここでスネ毛を隠しておいてほしいって、ね、基本的に僕に対してのアンチがあの VF6 から始まるやつと本当ね、あの2771なんだよ、本当ね。すごいな、ありがとうございます。こんなアンチを持ってもらえる、はいはい、やった番組になれたなってことでありがたいんですけど、はい、ね、ありがとうございますってことで。お前本当好きなのよ。いや、アンチですかアンチってなんか楽しくないですか本当好きなのよ。なんかアンチ、アンチ、これ60分番組40分アンチの話だぞ。あ、まあすごいね。え、でも、もともと、はるさんと、じゃあ、かえりさんとかは番組やってるわけじゃないですか、言うて。まあ、あの、これは、俺はやってるし、ここじゃないですもん、あの、やっていたもなりやってて。でも、ここはまあ、最近出るけど、さっちゃんに関しては、ね、お試しかも、ただただその辺の居酒屋飲んでるよね、この時間は。だから、意外と、たっちゃんに対しての、あの、コメントとか、ちょっと、いいなと思う子いたら、ちょっとコメント欲しいなとか思いますけど、結構。ね。うん。あ、そうですね、7.6% の方々がね、ちょっとコメントちょっと頑張っていただいて。いや、アンチ、アンチ許せない、はい、アンチは大事なんだよアンチがいて、推しメンがいる。そう、それがニコ生。以上です。せやなフィーンってことだね。素晴らしい、好きだね。素晴らしい、超ルーやったけど、やっぱり、うん、俺の代表作ないでしょ、うん、やっぱり。でも逆に言うと、でも俺はいいの、それでいいの、もうぶっちゃけもうトゥーでいいの、もうシリトゥーでいいの、もうちょっと待って、なんだろう、失敗した西川貴教面白すぎでしょ殺すぞちょっと待って、これあれが西川、これは笑うでしょ、嬉しいけど、こんなん笑うでしょ失敗したってなんすか、違う違うかったんだろうね。え、どこっすか、どこっすか、
8-5-2やっぱお前なんか失敗したにしか…いや、そんな笑うやん、もう失敗すんじゃねえよ。そんなもう笑ってはいけないやったら、ちょっと7出てええんぐらいやん。おつゆがすごい、さっきからおつゆがすごいからもうびっくりした。ほんとにもう逆に、じゃあこの幹部陣にちょっと聞きたいこととかあったら、全員アウトのやつでこれ。すごい、一人一人名前呼ばないですよ、これ。全員アウトだよ、もうこれ。やかましいわ。でも向こうが聞きたいことって多分もうバーって出て多分答えてるんだと思うんだよ。だから幹部が幹部に思うこと言うんじゃない。ここでお互いに聞きます。じゃあ誰の単からいきます。じゃあたっちゃん、なりたてのたっちゃんから、ここ4人誰かに対して聞きたいことをちょっと。聞きたいこと、うん、聞きたいことなの。あ、言いたいことじゃなかった今。まあ言いたいことなり、まあまあまあ、言いたいことなり聞きたいこと。でもどうだろうな。森でいけ。確か欲しい。結構これガチな感じで言ってやつですよ。ガチな感じで聞こえよ。ガチな方が多分面白いと思う。あ、確かに確かに。あ、でもいろいろなんかあって、これ打ち合わせだともっと面白かったね。仲良すぎて分からんな。もう大体分かるからな。いきなりすぎるのもね。逆に言ったら、ああ、大変。だから逆に言ったら働いてて謎があんまりないです、ね、逆に。じゃオープンだよね。え、これさ、俺聞いていい？はい、え、これ答えていい？はい、分かんないけど、はい、いい？じゃあ強制答えるっていうやつ。はい、え、結構ぶっこんでるけど。え、ぶっこんでる、行きましょう。金額云々とかじゃなくて、はい、金額は別として、はい、この子だったら悪タイプ、この子だったら悪タイプかないみたいな。あ、ライン、俺はどこで差をつけてるのかなっていうのは、俺は自分のは分かってるけどさ、あ、他の人のは分かってなかったりするから、夏のは聞きたいな、はいはい、夏と春のは聞きたいな。なんで俺、うん、これで俺なんすか。春も気になる。でも聞きたいと思わねえ。俺とタッちゃん何なんすか。分かる。酔っ払ったら行く。お前ら酔っ払って行く。言ってる姫にちゃんとか。そんなことないで。気持ちよく酔ったら行く。あ、どんだけ気持ちよく酔わせるかが勝負だよ。いや、一応弁解の余地与える意味でもう俺らにも聞いてもらっていいんですか。いや、なんかそれだったら俺ら最悪じゃん、それ。ああ、じゃあそれ行きましょうか。じゃあタッチアイからこう行ってきましょう。こう、ただ一つ言うのが、ちなみにルルカさんと俺が気持ちよく酔った日って俺らお互い同じ場所にいて、いやいやいや、めちゃめちゃ長く飲むんすよ。飲む飲むし踊ってるね、はい、飲むし踊ってるし、踊ってるね、うん、絶対何か間違えてそこに行っちゃった日なんかね、俺らからしたら。いや、怖い絶対誰も返さないですから。地獄だよな。誰も返さない。ちょっといろいろ答える前に、これこの901だけ拾ってあげたい。本当に拾ってあげたい。901、今月30日の会社におめでとう言ってほしい。言ってほしい。え、で、来月行ってほしい。今月誕生日なんだ。来月やし、これだけ、これだけ拾って。あ、大変さん、おめでとうって言ってほしいらしいですよ。これだけ、あ、姫がってことか。はい、女の子は。あ、女の子は。あ、そうだね。あゆみちゃんらしいですね。あゆみちゃん、はい、あゆみちゃんです、あゆみちゃんですね。誕生日おめでとうございますよ。はい、おめでとう。え、横やりさすように俺が一言言おうか。また死に一歩近づいたな、お前。お前、なんで、なんでさ、なんでアンチの話に、なんで、なんでちょっと、なんでちょっと西岡すみかの話したの。ちょっと今この感じさ、もう今おつゆがすごい、さっきからおつゆが。はいはい、じゃあ、いやいや、立っちゃうからちょっといいよ。じゃあ、アクターに行く女の子と行かない女の子のその差というか。これやりすぎ。いや、やばい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 。聞きたい、聞きたい。一緒に飲みに行って、お互いがプラスになれるなって思ったら行きますね。あー、危ない。あ、今日は、いいぞ、いいぞ。あ、今日は、あ、これお互いがなんか変なモード入ってて、うんうん、マイナスになるなと思ったら結構、あ、ね、スパッと、なんか合わない、ね、タイミングとかで、あー、まあ確かに確かに。だから一番ベストはやっぱあれですね、お互いがこういい感じで終えて、うん、いい感じの、あ、もうこれで一緒に行ったらお互いがプラスだなっていう。はいはい、あ、なるほどね。はいはい、そこっすね。なるほど。じゃあ次、ナッツ。あ、僕ですか、うん、僕はそうですね、アフター行けるほどお客さん少ないんで、もしよかったら指名できていただいたら僕すごい嬉しいんで。誰がお前、そういうので一番最後の人がやつよ。一回カットで、一回カットで、一回カットで、生放送でカットねえし。はい、リアルに言ったら、本当に、あ、この子今日楽しく飲めるなとか、もしなんか他の担当さんのポットで病んでたりとかしてたらちょっと話聞いてあげたいなとか、っていうのを優先するんですけど、やっぱでもシャンパン入れてくれた方を優先します。これガチです。うん、
あー、なるほど。はい。うんってもう聞くの、タッチさんの時、うん言わなかったですもんね。ここだけ聞きたいんですよね。じゃあ、要は金額ってことね。オッケー。ん？どうした？どうした？金額で、どうした？定価なんか決める。はい。なんかもう夏が逆転すぎて。じゃあ、僕言っていいですか？はい。支持率低いですけど。もう飛ばして黙れ。まあ、その女の子の、要は努力値だったり、あと、俺がアフタに来て、俺が、なんか気疲れしないか。なんか気使ってまでアフター行くってのはちょっと違うかなって。いや、その気使う感じが俺が出てしまったら女の子も良くないなと思うし、思うし、そのいいぞ、いいぞ、うん、いいぞ、シャンパンでも帰りはアフターしてくれた、いいぞ、もっと言え。でもそれってでもみんなワンチャンあるかもしれないですよね、ひょっとしたら。めっちゃ分かります、うん、けど、うん、まあその女の子の努力値かな、努力値、努力値と、あと俺が言ったことによって俺が疲れないか。でもこれめちゃくちゃ大事っすよね、うん、これすごい大事、行って疲れて俺が気疲れするのは嫌だな。え、なんか変な態度ってしかもマイナスになるっていう謎の展開もあるから。じゃあちょっとここ二人はちょっと CM 開けってことで、俺も言う CM。 さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。あいしょ、あざます。はい、ということで、じゃあ続いてカルさんから。おいおい、俺も言うんだ。言いましょう。それは言いますわ。そこはやっぱそれは自分で振ってますから。意外とやっぱカエルさんのことを思って見てくれてる姫方も多分いると思う。あ、でもね、意外とってお前それ一番すね。あ、でも俺はでも単純かも。本当に単純かも。体力があったら行くもん。体力がないときは行かないようにしてるけど、体力があったら多分2軒でも3軒でも行くタイプ。そうじゃん、何嘘ついてるみたいな。知ってんじゃん。俺言ってんじゃん。あれ、え、一人でなんか走ってる。じゃあちなみにですけど、2軒3軒も行くじゃないですか、うん、その順番っていうのは、その、あー、確かに。あ、それはね、新宿にまず住んでるか。あー、確かに。あー、でかいでかい。新宿に住んでるかと、遠目だったら、もしかしたら行けない可能性もあるから、うん、だったら今日帰った方がいいんじゃないって言うんですけど。あー、だから、確かに。だからその順番はあんまり関係ないから。え、じゃあ遠くにいたら、じゃあ一生か一条変えたら蓋できないってことになっちゃう。うわー、やだーやだー、もうやだー、したい、したい、やだ、うん、したい、やだ、うん、難しいよね。じゃあ住むしかないですね。俺と二人したかったら近くに家借りようって。おーい、かっこいい、かっこいい。待って、そんなかっこいいこと言うの、まるでホストや。まるでホストや。違うんだよ。まるでホストだな。まるでホストや。ネオスター、それでネオスター、それネオスター、まるでホストやないかい。すごい、ネオス。ただ顔赤くなることはないけど、ここがすごい赤くなってる。やばすごいことになってる。すごすごい。そしたらじゃあ、じゃあハルシオンさん、ハルシオンさん、はい。俺はだってでも誘われたら、声かけられたら行けるものは全部行くよ。うん、俺は全部行くやつ。え、1日に3件声かけられたらどうするんですか。もう最高5件ぐらいとこだよ。えあるある。てか5回やったってことですか。だから3回目と4回目で精子出るかよ。そんな5回だから、10ティッシュ。すげえ。最後の方1枚だね。すげえ。やば、すごい。全然声かけてくれたら全部いきますよ、俺は。いける限りは。問題がなければ、さっきね、戦略とかがなければ全部いく。あ、じゃあ僕、じゃあ同じような質問、僕、言っていいですか、うん、例えば初回で来たとするじゃないですか、女の子が。うん、こういう子には、ちょっとガッツこうだったり、ちょっと本気出そうかなって思う LINE 聞きたいです。皆さんに。何いや、最低限の接客は、うん、各々ここはできるレベルです、うん、けどこれはちょっと本気出そうじゃないですけど、要はあ、ガッツクラインってこと。ガッツクライン、
の初回、あ、じゃあこっちから行く。俺初回合宿ラインってのは初回が俺にがっついてきたら俺がつく。あーでも俺もそうっすね。ええ、わかんないっす意味が。え、だからその子とパッて初めましてだろうじゃん、はいはい、名刺渡すじゃん、はい、でその時にもう食いつきわかるじゃん、はい、食いつき全くない相手にがっつくこと一切思わないし、写真指名をくれているだったりね、とか、まあ、写真指名でも、うん、あ、なんかみたいなあるじゃん。あります、写真指名もらって、そうっすね、呼ばれ、写真で呼ばれました、ドヤ丸つきました、あ、あと初回でフード頼んだらそれはそれでガッツくって。ああ、フード頼んだら。でもフード詐欺知らないの。はいはい。フード詐欺。初回でフード頼んでたらガッツかれるって分かってて、あえてちょっと2、3000のフード頼んでガッツかせてそれを楽しむ。なんだそれ。だから知らない、オプション的なやつですね。なんか。実は別にそんなにあのガッツいってもっていう。一応ガッツいてみてダメだったらダメですぐにフェードアウトしますよ。それは。テイクアウトしちゃう。フードテイクアウト。こっちも初対面だけど、向こうからこう来たならばこっちも、まあ、乗るよな。なるほどね。って感じは。フード詐欺。フード詐欺って。フード詐欺。あとカロリー詐欺もあるから。あるあるある。カロリー詐欺は。断念詐欺もあるから。はい、で初回で断念を頼んでって締める形が今日月に変わる。ああそう。で。言ってましたよ。え、その詐欺名なんていう名前だ。カロリー詐欺。やばい。え、でもフード詐欺って大抵あの2000円ぐらいのフード詐欺結構あるから。ただ昔あの俺の友達の某あの歌舞伎町のクラブ R の店であの代表やってて、今横浜のオーナーしてるやつが、あのキャバクラ行った時は絶対に開幕からシャンパン入れる。そしたら食いつきがいいんだよねとか言ってた。あ、だからカフェパでも何でもいいから、それはなんかそれがフードの詐欺と一緒でしょ。あ、まあ、分かるなぁ。それ達也同じことしてたやん。ごめんそれ、あれだ一回チーしてもらって、一回チーで結構切ってもらって、副主任としての話しかけてくれて、すいません、本当に嘘なんでごめんなさい、それは本当に嘘なんでごめんなさい。あ、じゃあちょっとカエルさんの聞きましょう。え、でも俺もあながちそうだよ。でもあとやっぱね、清潔感あるかないかっていうのは俺本当に大事だと思う。こればっかりは清潔感ってフード頼んでたらなおさらですよね。そうやね。え、何、お前のせい。しかもそれで、キュウリ頼んでたら最高。あ、最高。で、カロリーも頼んでたらそれは最高。あ、それはそれでね、キュウリ一番ね、水分多いし。はいはいはい。やっぱね、あの適当な格好はダメよ。あ、やっぱり。あの、これちょっと俺の偏見だけどいいですか。マイメロ好きなやつやばくないですか。そんなことない。ああやってるやってる。ああこれやってるわ。これはああやったね今。やつやって、やっとおもろなってきたわ。やっとおもろなってきたわ。マイメロにいい思い出あります。結構多くない。でもマイメロにいい思い出あります。あとあのマリちゃん、マリちゃん、これごめんなさい、僕の本当に偏見です。すいません、偏見です、本当に。あの、なんだろうな、はい、え、それだけですか。じゃあ、僕は、じゃあ例えばこの子磨いたら稼げる雰囲気になるなとかだったり。すごいね。すごい マジで職人がいるな。あ、元から出来上がってる子にはもちろん俺はがっつくんですけど、ちょっと待って、今で1081番リップ塗ってんじゃねえよ。うるせえな、うるせえよ。乾燥すんだろ。こんだけ湿気多いけど唇は持ってかれんねん。ちょっとマイメロちゃん、あの話し続けて。あめ、なんだろう、そう、マリちゃんだから、マリちゃんそう、持ってなんかね、自分でこうそう、なんか仕上げれるみたいな、確かに、のぶたをプロデュースじゃないですけど、ごめんその話じゃ俺を見ないで。のぶたをプロデュースじゃないですけど、すまんな。いや、絶対そうだよ、みんな思ってるから。あ、元から出来上がってたらもちろんがっつきますし、そうじゃなくてもなんか磨いたらこの子輝きそうだったり、あとなんかもうつきながらにしてもルルカ様みたいな子はがっつきます。うん、人のくせにしっとりしとけよ。うるせえよ。うるせえよ。俺はティッシュ2倍使ったるからな、お前その後。あ、めちゃめちゃ。あ、すいません。あ、なんでしたっけ、これ。ガッツくし。あ、ガッツ。うん。あれ、あと誰？いやいや、あなたですよ。けどね、ガッツく初回の話してるのにマイメロやばくないですか。え、マイメロやばないですか。やばいやばい。え、マイメロはマジでやばい。あの携帯ケースマイメロいるじゃないですか。やばいっすよね。
あれ今目の前でお前これスマホ見ながらヤバかったっ。俺中学の時にあの前目の使ってたんですか。前目の使ってたんですか。前目の使ポムポムプリン好きのあいなんか文房具が全部ポムポムプリンの女の子はなんか、はいはい、あの告られて振ったらやり捨てされた噂もあってた。ああでもそういう感じなんですよ。ポムポムプリンだよ。でもそれ前目のじゃないよ。あと結構前目のちょっと可愛い子はさ、ギャルはなんか好き続きとかありました、ね、いや中二な。あごめんね、ギャルとかの概念がまだなかった。あと体型がトラディションみたいなやつはヤバい。グイ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 。はい、お前でトラディションわかんない子はトラディションぜひともググって言って、あ、ググって言えないぞ。あのブランデースペース、はい、トラディションで出てくる、はい、秒で来るんで、はい、出てくるんで、はい、やばい、まあ、今度はコニャックですけどあの、まあ、こんなもんだし、あれだ大丈夫こうなって、ここの部分しかない。あれ大丈夫もう大丈夫。あ、じゃあ、じゃあ、タッチャー、タッチャー、タッチャーからガッツク、社会ガッツク。あれもうこれ、あれこう言ってこう帰ってきた。うん、こうだけど。あ、がっつく初回でしたっけ、うん、でしたっけ。だからなんかこう本気出そうかなみたいな。もう僕の場合はね、こう完全にこれを受け入れれるか受け入れないかっていうので、もうだいぶバン9分のね、あ10分の9分の1が好みはっきりするよね。もう10分の1ぐらいしかいないんで、だから10分の1だなと思ったらもうその瞬間でも分かりやすいよね。自分の受け皿がもう決まってるからこそ、うん、そこは絶対逃しちゃいけないんだよ、ね、だ9割は、あ、どっちかというと俺もそうかもね。ちょっとみたいな部分、ね、その気に入ってくれた人が前メロの携帯だったらどうする悩ませんじゃねえよお前。前メロの携帯だし、一番悪いやつだよ携帯だし、はい、携帯だし、あの梅Q紹介なんで頼んだらどうする。だし、トラジオを体験してたらだし、それはそれだし、ワンチャンシャンパン一発目に入れたらローで入れたらやばい。でもでもマイメロ負け要素は強い。でもでもマイメロの携帯を使ってるっていう、うんうん、だし端数しか入金しないし整いすぎてて逆にもうその瞬間からアフター行くわその瞬間からアフター行くわ。整いすぎてるわそんなもん逆に期待感しかないやそんな逆にでも、うん、だってここまで来たらもう行ってやろうみたいな。それで無理だったら無理だったででしょうねって話。いや、マイメロ言ってるルルだけだからね。あ、違う、なってたからね。ちょっと待って、別にマイメロ悪くない。悪くない、別に悪くないですけど。だからお前の偏見がすごい。俺マジで偏見あるんです、昔から。昔から。昔ってサンベルとかじゃないの、マイメロ。そのまま終わるよ。そのまま終わるかもしれないですね。あの、キチさんね。だからそのさっき、あのだけじゃない。キチさんしてるのどうすんのって来てる。ピンクい、マジで短いスカート履いてるやつはいや、ベートケお前。マジこのギリギリのスカートって。お前どうすんだよ、お前。明日ピンクのルミナスティのお試しか幹部会もう終わんのやばいしっかりしっかりしてちゃんとしましょう。しっかりしっかりじゃない、結構集まったメンバーがカオスすぎるじゃあまとめてみんなでやろうまとめてまとめて来週の17、18、はい、はまああの何すか夏祭り前ってことでルミナスでお試し会を見たと言った人は、1000円で初回で入れるということで。イエーイ許可もらってるんで。ありがとう。マイメロ持ってくんなよ。マイメロ持ってくるんで。マイメロ持ってくんなよ。さあ、週の見てくれたらいいと思う。持ってくんなよ。そぬいてビクビクしてては掴めないよ女だから歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ自分に負けない心持って女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、
早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。